皆さんこんにちは、アリスです。今日はメキシコのコンビニを紹介していきたいと思います。ですね、メキシコにもね、なんとコンビニがあるんですよ。私最初来た時にすごい驚いたんですけど、コンビニって日本だけのものかと思ってたら、なんとね、メキシコにもあるんです。今日はそれがどう違うのか、どんなものが売ってるのか紹介していきたいと思います。それではアリス動画スタートです。アリスのサボチャンネル。これがメキシコのコンビニオクソです。 OXXO でオクソと読みます。コンビニは24時間やってるところもあるんですけど、並ぶとは全然やってないので、空いてる時に行くって感じです。ここは水類ですね。なんか前紹介したピニャココも売ってます。ちょっとですけど本も売ってます。あとこれですね、メキシコっぽいトトポっていう、トルティーヤを揚げたチップス。これはね、欠かせません。これにアボカドのディップとかをね、で食べます。これは本当にメキシコ人の食卓にはこのね、トルティーヤが欠かせないんですよ。だからね、本当にこうやって日本でお米が売ってるみたいにこうやって売ってます。そう、卵もね、コンビニで買えるんですよね。洗剤も売ってますね。トイレットペーパー、牛乳、ほら見て、こうやってさ、牛乳がね、本当に常温で売ってるんですよ。これ2個で38ペソだから250円ぐらい。これが1個が1リットルなんで、2リットルで250円。でも常温は怖いです。私はなるべく冷蔵庫に入ったものを買います。ここはお菓子ですね。いろんなお菓子がたくさんあります。メキシコ結構ね、チョコ系が好きですね。見て、かわいいかわいい、ミニオンになってる。ミニオンのなんかマフィンみたいな、かわいいこんな感じでいろんなお菓子がね、売ってます。ニートだってニートってお菓子、どういうこと？この辺はあれですね、メキシコの山崎パン、ビンボの、パンが売ってます。これね、美味しいです。カネラコンパサスって、なんかシナモンレーズンみたいなやつです。品揃えもいいですね。日本のコンビニみたい。あ、お豆も売ってます。そう、メキシコね、お豆めちゃめちゃ食べるんですよ。何？フリホレス、これもお豆ですね。フリホレスっていうお豆と、あとなんか味がついてるやつなので、こういうのはさっきやったトルティージャに乗せて食べます。お菓子ですね。あ、このね、このシリーズ美味しいです。このエンペラドールっていう、このクッキーがね、すごいサクサクしてて美味しいです。あとこれも美味しいチップスアホイ、これはめちゃめちゃ美味しいです。本当にチョコレートチップスなんですけど、なんかね、日本にはない素朴な味で美味しいです。おすすめ。あ、めっちゃちっちゃいコカ・コーラが売ってます。種類がありすぎて、なんかちっちゃいのから3リットルぐらいまで売ってます。これとか多分3リットル、これ2リットルか。これの上の3リットルあるんですけど、なぜ常温？あ、アイスも売ってます。アイス、あ、さっきのクッキーもいつも売ってます。コーヒーも飲めます。セブンのコーヒーみたいな感じでコップを買って、でここで入れて飲みます。ホットドッグもね、買えます。3個で368、200円ぐらい安い。ここで取って、でパンを、でここでソーセージを取って、この辺の玉ねぎとかをトッピングします。コンビニ弁当がね、全然種類ないし、あんまり美味しそうじゃないですね。日本ってコンビニ弁当すごいじゃないですか、いろんな種類。サンドイッチと、なんかブリトー、あ、ピザですね。なんかチェーンすればできるピザ。コンビニスイーツもある。なんだろうこれは。あ、プリンだ、美味しそう。今度食べてみますか、メキシコのコンビニスイーツとかコンビニ弁当とか。リンゴも売ってます。リンゴ、ここら辺は全部ドリンクです。
あとねバラが売ってるんですよコンビニに。気になった人にお花をねあげるのがすごい結構あの習慣で、例えばそのバーとかで知り合ったりクラブとかで知り合ってすぐあげれるようにコンビニにあのバラが売ってるんですよ。これも初めて知った時めちゃめちゃびっくりしました。こんな感じで水、透明水、普通の水、牛乳、チーズとかも売ってます。ハムも売ってます。あとヨーグルト、ヨーグルト系です。飲むヨーグルトも美味しいです。飲むヨーグルトとかあとジュースとか、あとほら見て、ここからほぼコーラ、ここのね、あのね2個はねもうコーラです。もう缶のコーラからさっきのちっちゃいコーラからどん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 大きくなるあ、これですね、3リットルのコーラ、めっちゃでかいこっちはそのおつまみ、おつまみが売ってます。ピーナッツ、あ、これこの間紹介したケヤキとかも載ってます。ナッツとか、あとね辛い系が多いですね。ほぼ赤いです。ですごい数のねポテチの量、ドリトスもあるんですけど、もうねすごいです。こんな感じでめちゃめちゃポテチがあります。もうこれで本当にこの飲み物とポテチだけで面積の半分ぐらい占めてますあ、これとかなんかね面白いポテチとかもいっぱいあるんで今度紹介します。はい、ということでメキシコのコンビニを今回は紹介してみました。いかがだったでしょうか。なんか似てるところとかもあったり、なんかメキシコっぽいなっていうところもありましたね。でセブンイレブンもね、あのガノートにはないんですけど他の都市にはあります。結構ね便利です。ここであの携帯電話 あのチャージとかもねできるのですごく便利になってます。メキシコに来た際はぜひ利用してみてください。この動画が少しでもいいなと思った方はいいね、そしてコメント欄にコメントとチャンネル登録、まだでしたらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アリスでした。Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Bye.